皆さんこんにちは、琉球アスティーナのチャンカゼヒロです。今日はバックハンドの素振りをちょっと教えていきたいと思いますので、もしよかったら参考してみてください。まず構え方、フォアハンドと同じですね。まあ、なるべく平行足にしてください。平行足にして前傾姿勢ですね。で、バックハンドは皆さんおへそあるんですよね。おへその前にラケットを置いてほしいです。で、ちょっと気をつけてほしいのは、ここら辺はくっついちゃダメです。なるべく距離を取ってほしいです。どのくらい距離を取ってほしいか、ラケット1本分。ね、ラケット1本分のところにラケットを置いてください。角度は抑えすぎないでください。90度もダメですよ。90度もダメです。やや前、こういう感じにラケットを持ってきてほしいです。で、距離は体からラケットの距離はラケット1本分の距離で立ってほしいですね。おへそのところからスタートしてください。おへそのところから胸まで1、ここは2ですね。胸まで1、2、1、2、1、2、1、2。バックハンドは一つ気をつけてほしいところは、自分体は壁なので、壁はグラグラ揺らしたりとかぶれたりいけないので、ちゃんと壁は体は動かないでほしいです。前傾して、おへそのところから1、胸の高さまで2。そのまま、これはダメですよ。これはダメです。1、前、上、前、上、前、上、前傾していましてね。いきますよ。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。まあ、だいたいフォアもバックも1日300回以上、300回以上素振りしてほしいので、皆さん家にいるときはやってみてください。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。